皆さんこんにちは。未来造経営の実現をサポートする小里会計グループです。本日の本の紹介はこちらです。セールスイズ科学的に成果をコントロールする営業術と。この本なんですけれども、書いてある通りで営業術ということで、セールスイズって言ってるぐらいですからね、営業の手法について、書かれている本になります。この、著者の、今井雅也さんという方なんですけれども、そもそもこの方が今働いているところがセレブリックスという会社になります。セレブリックスさんっていうのは何をやってる会社かというと、営業代行ですね。会社にいる営業マンの代わりに案件を取ってきて商談までやってくれるというのが、セレブリックスさんですと。でそこでフロントマンとしてやってらっしゃるのが今井さんなんですね。もうずっとですね、このセレブリックさんは23年間営業代行一筋で来ているということなので、もう本当に営業のプロの会社になりますと。今までですね、商材で言うと1万2000件以上扱ってきているそうです。なのでありとあらゆる商材も扱ってきているので、もういろんなものをこう売るっていうことを徹底的にやられてきている会社さんで、培われたこの営業のノウハウっていうのがこの一冊に、まとまっているという形になっています。読みましたけど、いやすごいです。この本は本当にノウハウだらけで、ドッグイヤーがまたできすぎてしまうぐらい、本当にちょっとこれメモしたいなとか、これすごい使えそうだなっていうことがふんだんにもう随所に盛り込まれていると。すごいのが、森の部分から枝葉の部分まで全部入ってるんですよね。それがこの本のすごいところだなというふうに思いまして、今回ですねご紹介をさせていただきます。アマゾンランキングの中でも結構上位を占めているような、本当に注目されている本の一つでもありますので、ぜひこの動画を見てですね、少しでも興味持ったらぜひ買って読んでいただけると幸いです。なんて言うんでしょう、よくあるその啓蒙本みたいなものではなくて、本当にノウハウがもうずっしり全部本当出てるなというような本になっています。なので語るというか、こう説明するともうちょっとねキリがないなというふうな状況なので、今回はこの読んだ中から、まあ、私が感じたこの営業っていうことを科学するっていう意味で大事なポイント3つだなというふうに思ったので、そのちょっと3つのポイントについて、まあ、今回はご紹介をさせていただきます。ちなみにどうですかね、やっぱこういう、まあ今回営業の方なんですけど、営業とか会社様で課題になってる会社さんって結構いるかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。でもし営業とかやっぱ課題だなとか、まあ、今よりこう発展的にやるために営業をより強化していきたいなというふうに考えられている方いらっしゃったら、ぜひコメント欄で教えていただけると幸いです。ちょっとこういう営業系の本なんかもで注目を浴びているようなものとかあれば、またご紹介できればなというふうに思いますので、ぜひコメントいただけると幸いです。では、今回ですね3つのポイントということでお話をさせていただきます。今回のこの本で特に大事だなというふうに思ったのは、一言で言うと買わない理由なんです。買わない理由をいかにデータ化できていて、そこをいかに分析できているかっていうところがこの本で一番大事だなというふうに感じたところです。それがまあポイント目の一つにはなるんですけど、このノウハウ自体は実は買わない理由をしっかり集中してそれを分析しているところから実はできているんだそうなんです。でなんでそういうことをしたかというと、実はよくありますよね、見込み客リスト、ターゲットリストがあって、まあ、そこに商談するっていう、まあ、アポイントメント獲得率っていうので何パーセントかに落ちて、でそこからさらに商談するのに何パーセントか落ちて、で最終的な制約でいうと何割っていう風に、まあ、だいたいこう割合が決まってるかと思うんですけど、その割合の中で結果クロージングまでいける割合っていうのはわずか 18% なんだそうです。ということは 82% は何かの原因で失注してる状況なんですね。なのでそこの 82% が落ちている理由っていうのを一つ一つしっかり潰していくことができれば、おのずと確率っていうのも上がるし、結果そうすると制約っていうのも数が増えるというふうに考えられて、その 82% の変わらない理由っていうのを徹底的に分析して、この一つのノウハウで体系化できたということだそうです。そうすると皆さんどうでしょうか、まあ、この本を読んで買わない理由を徹底的に突き詰めてあるので、ノウハウを得ていただくっていうのも大事ですけど、今普段営業されてたりとか、まあ、経営されてる中で買わなかったりとか失注している理由ってちゃんとデータ集められていらっしゃいますかね。恥ずかしながら我々は多分全然集められていません。少しずつそういうのも集めるっていうことはやり始めてはいるんですけれども、ただ昔から全然できてたわけではなく、まあ、この本をよってより大事だなというふうに思ってですね、まあ、今その失注の理由っていうのもしっかり抑えるようにはしてるんですけど、皆さんどうでしょうか、ちゃんと抑えられていらっしゃいますでしょうかね。ここがめちゃめちゃ大事ですってこの本に書いてありますので、もし買わない理由っていうのをしっかりまだデータ化していなかったりとか分析できていなかったら、ぜひねこれ始めていただくといいんじゃないかなというふうに思います。とはいえ制約した理由ってお客様になるので関係ができるから聞きやすいですけど、失注した理由ってそこで縁が切れるので聞きづらいですよね。いきなり失注した後に、すいません、なんでうち断られたんですかって多分言いづらいと思います。まあ社長なら言えるかもしれませんけど、普通の営業マンはそこまでなかなか勇気がないと思います。なのでこの本で大事なポイントと言っていたのは何かというと、商談の前に
約束をしておくっていうのがポイントなんだそうです。なので関係ができ始めた時に、まあ、これから商談進むっていうのは当然お互い分かっていますと。でその中でもし仮に当社をお選びいただけなかったとしても、その時に一つだけ約束をお願いしますと。その時になぜ我々とお付き合いがいただけなかったかっていう理由を教えていただけないでしょうかと。で私たちはやっぱりお客様に少しでもより良いサービス展開していきたいと思っています。なので今後のこの経営にっていう部分であったりとか、まあ、会社を良くしていく、あとお客様との関係を良くしていくっていうために我々とお付き合いをしないという選択肢をされた理由をぜひとも教えてくださいということを最初に言っておくのです。こういうふうに言われたら別に嫌な気持ちする方ってなかなかいらっしゃらないんじゃないかなと思いますし、まあ、逆にそこまで誠意を持って会社を良くしようというふうに感じられるっていうことにもつながるので、そんなにデメリットはないんじゃないかというふうには本でも書かれていたところではあるので、買わない理由っていうのをぜひデータで貯めていくってことを一つ目のポイントとしてですね、やっていただくといいんじゃないかなというふうに読んで感じました。2つ目は営業プロセスです。先ほどターゲットリストがあり、アポイントメントを取る率で、そこから商談した後の制約率みたいな話をざっくりをさせていただきましたけれども、皆さんどうですかね、営業のプロセスってちゃんと管理されてらっしゃいますか。もっと言うと営業のプロセスってちゃんと仕組み化されていらっしゃいますでしょうか。これなかなか難しいんじゃないかなと、できてない会社さん多いんじゃないかなっていうふうに感じます。仮にできてたとしても属人化してるってことありませんかね。 A さんと B さんと C さんは、まあ、同じ営業で成績を残されていますけど、実は商談のプロセスが全然違うみたいなことって結構あると思うんですよね。そうするとそれって結局やっぱり会社の資産になっていないので、これから例えば新しい営業マンを育てようとか、例えば新卒を教育していこうとかって話になった時に人によって違うので、 A さんは言ってたのに B さんはこう言ってるみたいな形で全然会社にノウハウが溜まっていかない状況になりますよね。それを可能にしてくれるのが営業プロセスっていうのをしっかり作って、それを仕組み化していくっていうことというふうに書いてありました。実際にこのセールスイズの本の中では大きく7つのステップに応じて書いてあります。こんな感じですね。まあ、後でちょっとスライドの方で映すようにはしますけれども、7つのステップ、細かいところはぜひ読んでいただけたらと思うんですけど、まず一番最初にアカウントプラン、つまりは計画を立てましょうと。で次にアプローチ、まあ、なんていうんですかね、まずは関係を作るというんですね、共感をすると。次に合意を取りましょうと、課題をちゃんと設定しましょうというところです。ファクトファインディングと。で4番目にオーダーコントロールとして要件を定義していきますと。で5番目に企画を作成し、6番目にプレゼンをして、最後にクロージングという風な7つの段階を経ていますと。大体でも管理されてるのって、多分営業行ったかどうか、提案はしたのか、結果どうだったのかみたいな多分感じなんじゃないかなと思うので、なんか長くても3つぐらいから4つぐらいっていうところが多いかもしれないかなというふうには感じます。でも7つの段階に分けてらっしゃるっていうところはすごく緻密で、こうやって段階をしっかり細かく分析されているからこそ、失注買わない理由がどこで起きているのかっていうのが事細かにデータとして残していけるので、まあ、科学的にコントロールすることができるようになるのかなっていうのは読んでいて感じたところですので、商談のプロセス、営業のプロセスっていうのがしっかり会社としてまだ作られてないよっていう方はぜひ読んでいただいてですね、プロセス作り参考にしていただけるとすごく営業がですね効率的になるんじゃないかなというふうに感じました。最後の3つ目はちょっと考え方的な話なんですけど、結局信頼だなというところです。さっき7つのですねプロセスっていうのをお話しさせていただきましたよね。で結局この7つのプロセスの一番最初の一丁目一番地は、結局お客様との信頼関係を作るっていうところからスタートするんです。正確に言うと信用から信頼っていうところなんですね。ちなみに信用と信頼って言葉よく使うと思うんですけど、言葉の意味ちょっと違うんですよね。ご存知ですかね。信用っていうのは過去のその人の態度であったりとか、過去の関係の中で相手をまあ信頼するっていうところですね。なので信用は過去の話で、信頼っていうのは未来ですね。過去の信用をもとに、この人だったらこれから一緒に未来歩いていけるんだろうなっていうふうに信じて頼る、なんで信頼は未来の話をしているんです。で、営業制約っていうところで考えたら、当然未来を一緒に歩んでいこうっていうところが、このパートナーと思えないと当然信頼されていかないですよね。っていうことを考えると、いかに信頼してもらうか。で、信頼してもらう前にまず信用してもらって、あ、この人は大丈夫そうだなって思ってもらうっていうところが、まず大事になりますよというふうに書いてありました。いずれにせよですね、やっぱりこの信頼をまず勝ち取るっていうところをしていかない限りは、話は前に進まないということなんですよね。なのでこの信頼をいかにしてもらえるようにしていくかっていうところを一番最初のところで結構ここは丁寧に書かれていました。信頼をですね失う
こういう態度していませんかみたいな形で実は理想なんかも載ってるんですね。これはちょっと見えないんであるかもしれないですけど、こう信頼なくす行為みたいなことで、こういうのも理想になってるぐらいです。だからそれぐらいやっぱり一番最初なんで、そここけたらもう全部フローも何もないですよね。プロセスも何もないので、一丁目一番地のところをしっかりやっぱりやっていくっていうことが一番大事なのかなと。当たり前なことなんですけど、その当たり前がしっかりできてない可能性があるので、まあ、そこをしっかり徹底的にやっていく。その信用信頼っていうのを得るには、お客様に対してどういう姿勢でやっぱ望むかっていうところがすごくこの本を読んでいて大事だなと。まあ、第一印象の清潔感や誠実さとか、あとはスピードを持って質問を返すとか、本当に当たり前、ビジネスマンとしては当たり前のことなんですけど、逆に言うとそういう当たり前がちゃんと当たり前として認識してもらえないと、なかなか信頼につながっていかないというところでもあるのかなというふうに思いました。社長はできていると思います。でも社員の人、皆さんこれがちゃんとできているかっていうところが、ここで言うところのポイントかなと。科学的にアプローチするには、その信頼っていうのも科学的に醸成していかなきゃいけないわけですよね。だから会社としてちゃんとその信頼っていうのを作れるような仕組み作りができているかどうかっていうのが、一番最初のところの壁を突破する最大のところかなというふうに思いました。A さんだったら大丈夫だけど B さんだったらダメってなったら、やっぱりそれは会社としての信頼は築けていないという形になってしまいますからね。だからそうするとやっぱ商談とか商談率っていうところにもブレが生じてしまうので、一番最初の一丁目のところはしっかりやる。だからそこは人としてっていうところかなというふうに思います。ちなみに私たちこういう経営計画書で運用してるんですけど、お客様に信頼していただけるような姿勢っていうものをちゃんと大事にしましょうってことは、経営計画書の中に私たちは随所に書いてあります。例えば販売に関する方針の中にお客様に関する方針っていうのがあります。でこのお客様に関する方針の中にも、お客様への正しい姿勢っていうページがここに実はあってですね、そこには約束の時間は絶対に守る、5分前を例行する、毎日遅れる場合は必ず30分前までに連絡をし到着後改めてお詫びをするとか、あと約束の期日を明確にして納期を守るとか、打ち合わせ中にお客様からの質問でわからない場合にはその場で社内に電話をして48秒以内に対応する、解決できない場合は調べて24時間以内にお返事をする、お客様の会話でお客様の会社をうちの会社と呼ぶ、御社とは言わない、お客様をお名前でお呼びすると、お客様に損をさせない、騙さない、隠し事、嘘は言わない、誠実正直に対応する、親しくなっても礼儀正しく明るく対応する、親しき中にも礼儀あり、礼儀知らずは恥知らず、なんていう本当に当たり前のことなんですけど、そういうのを一個一個丁寧に書いてます。私たちこれお客様に関する方針ですけど、他のところでも書いていて、例えばこの環境整備というところがあります。まあ、ここは私たちは目的は気づく人間になる、まあ、人間性を高めていくっていうことの趣旨で書いてはあるんですけど、こういうところにもやっぱ礼儀作法っていうところがちゃんと項目として設けられていて、挨拶のことであったりとか、お客様のところ訪問する時のルールであったりとかっていうのも書いてあります。あとは社員に関する方針っていうのがあって、まあ、社員が輝かないと商品サービスが輝きませんよっていうことで書いてありますと。社員はお客様から好かれるように努力すると、クレームもミスも好かれていれば許してくれる、好かれていなければ解約になる、好かれるコツは明るい挨拶、笑顔、言葉遣い、名前で呼んでもらう熱意、我が社は人柄の良い社員が多い、なんて書いてるふうに書いてありますということですね。こういうことをやっぱりしっかり丁寧に文章化して社員とも共有しておくってことはやっぱすごく大事なのかなと。品質に関する方針ということにもそういうことが書いてあります。ちゃんとお客様とか社員のところですね、商品サービスを磨き常に改良を続けるであったりとか、経営品質を貶めるような仕事をしたり言動するものは評価を下げるとともに降格させるっていう形で、まあ、お客様への態度が存在の態度を取ってたら本当に許さないよ会社としてはっていうことまでちゃんとルールとして書いてあるということなんですね。細かいことなんですけど、中小企業においてはこういう細かいことからちゃんとルールをしっかり設定しておくっていうことが大事ですし、社員全員がちゃんとやっぱ意識してやっていくことができることで、子としても信頼されますけど、会社としても子田さんはしっかり教育してるんだなということで信頼につながっていくんじゃないかなというふうに思います。そうすると営業プロセスの一丁目一番地一丁かも突破っていう形がしやすくなるんじゃないかなというふうに思いますので、信頼を勝ち取るための方法っていうのもこの本の中に科学的に書かれてますので、そういうところもですね、ぜひお読みいただいて会社として参考にしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回ですね、セリウスイズ科学的に成果をコントロールする営業術っていう中から、この科学的にコントロールするために大事だなというふうに思った3つのポイントですね、お話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。この動画がですね、皆さんの参考になったようでしたら、グッド評価をしていただけると幸いです。このチャンネルでは中小企業のね、経営に役立つような情報をいろいろ流しておりますので、もしですねまだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録していただけると幸いです。あと今お話しさせていただいたこういう経営計画書の作成については、今3日間で経営計画作成25時間合宿っていうのを開催しています。ほぼ毎週やっています。
概要欄に詳細 URL 貼っておりますので、そちらからご確認いただければと思いますけれども、直近3ヶ月ぐらいはほぼ満席の状態ではありますので、もしですねご興味あれば早めにですねお申し込みいただけると幸いです。はい、ということで、今回は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら。